おめでとう、さとこ。さとこちゃん、おめでとう。リカちゃんがさとこちゃんのために準備してたんだよ。今日がさとこにとって辛い日でもあることは分かっているのです。ニーニー、それでもみんなでお祝いしたかったのです。よし、じゃあ俺からだな。あらあら、なんでございましょう。図鑑のようですわね。これで勉強すればブロッコリーとカリフラワーを間違えることもなくなるだろ。じゃあ次はレナから。これは独特ですわね。やっぱりかわいい。実はもう一つプレゼントを用意しているのです。そうなんですの。僕ではこんなものしか買えなかったのです。ああ、一体何でございましょう。ああ、veremos qué sucede. Estoy un poco nervioso. Quiero compartir contigo unos consejos de seguridad. トラップ使いになれば一目見ただけで仕掛けはお見通しですわ。昨日まではさとこの言う通りだったのです。でも今は違うのです。まるで私ではない誰かが勝手にサイコロを振ってるみたいじゃない。見返す者を殺すことができる剣です。もう一度聞くわ、どうしてわかったの。おしまい、おしまい。いやー、昨日映画を見たら触発されちゃって一気に書いたんだよ。次回里壊し編その1。